はい、皆さんこんにちは、タナタナタカです。今日は5月の2日、ですね、朝11時からワインのテイスティングをしてまして、ちょっと顔が赤いんですけど、白をね、白が3本、赤が4本ですか、まあテイスティングしたわけですよ。で、まあ買ったのはこの前言ったと思うんですけど、ジゴンダス、ジゴンダスって言ったら、CDP シャトードヌパフの、パプの、20キロ北にある、これなかなか美味しかったですよ。で、まあアメリカ人でね、例えばその普通の人はみんなね、例えばシャドネを飲むわけですよ。で、まあサビニオンブランを飲むわけですよ。だけどちょっとこうワンランク上の人はシャドネではなくて、フレンチの同じシャドネでもシャブリを飲むわけです。で、サビニオンブランじゃなくてサンセールを飲むわけですよ。まあこの辺がね、やっぱりそのちょっとハイエンドの人は違うんだなという、まあそれ、うちはその辺にそのフォーカスするっていうかね、そんな感じでやっていきたいんで、まあ小売りでこれ売れると思うんでね、扱うわけです。はい。で、今日私は株をちょっと入れ替えしましてね、だから何て言うんでしょう、その新規の投入ではなくて、今ある運用している中であるものを売って、あるものを買ったと。で、今回初めて買ったのがテスラですね。で、これは昨日友達の息子の話をしましたけども、まあ産業用バッテリーということで、昨日たまたま読んだニュースで、ビジネスインサイダーってあるんですけども、それで先週カリフォルニアがね、いわゆる電気作って送るのに、先週2回そのバッテリーからの送電が1位だったんですよ。で、普通電気っていうのは電気作ったら置いとけないんですよ。だからどん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 流さないといけないんですね。だけど充電器があればそこに貯めておいて、でそれを使えるわけですよ。で、テスラはまあそれを作ってるということで、日中に例えばソーラーで作ったもの、またその風が吹いてる時に風力で作った電気を、それを溜め込むわけですよ。で、実際に夜になって電気をつけるとかね、いろんな、やっぱり家に、みんなが家に帰ってよりその消費電力が上がるわけですよ。そういう時にバッテリーから供給すればいいわけですよね。だからその需要があると思うんですよね。で、今後ですか、カリフォルニアはそれをもっと広げるでしょうし、テキサスもそれをやってるって言ってるし、アリゾナも多分そういうふうになっていくんでしょう。だから西海岸からそういう需要がどん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 ね、増えていくんでしょう。で、そう考えたらテスラっていうのはね、ちっちゃいね、例えば数万ドルのね、3万ドルから6万ドルぐらいの車を売って金儲けするんじゃなくて、そういう産業用のね、でかいバッタリーでね、はい、何十万ドルというものを売って商売ができるわけですよ。それで多分そっちの方が値引きもないだろうしね、いい利益になると、将来はですよ、そういう時代が来るんじゃないかという、そういう、まあ、予感のもとに買ったと。で、それからメタ、いわゆるフェイスブック、それを買った理由は何かっていうと、メタはこの前ね、業績悪くなかったんですよ。前年比でも良かったんです。ただ第二四半期の見通しがこうこうこうですよ、それから AI にこれだけ投資しますよっていう変なことをザッカーバーグが言ったから株がドーンと落ちたんですよ。だから業績自体は全然いいんです。だからそういう面では、まあ、今下がってる時は買いだなと思って、まあ、買ったわけですね。はい。まあそんなことがありまして、まあ、今日それをやって、今日私は何を話すかって言いますと、今まあ円安からね、円弱って言われたわけ、円が安いから円が弱いになってるわけですよ。で、人によってはね、もう日本はもう日本円はもう今ね、アルゼンチンのペソなのか、それともトルコのリラなのかっていうふうに言う人もいるわけですよ。だけど実際にはそこまでまあいかないと思うんですけどね。で、日本の弱体化とかね、まあ
貧困大国日本とかいろんなこと言われてるわけですけども、これ別にね、あの日本全体がそうではなくて、あの私が思うに結局だから本当にこの日本っていうのはあのアメリカの後追いをしてると思うんですよ。というのはアメリカだってね、あの私がよく言うんですけども、世界一の金持ちがいて世界一の貧乏人がいるわけですよ。まあそれがアメリカ、もうごっちゃ混ぜなわけですよ。で日本は昔は1億総中流だったのが、今だんだん格差が広がってきてるわけですよ。だからアメリカだってね、あのこの前話した通り1960年70年なんてね、普通に工場で働けば子供を大学にやって、で郊外に別荘を変えてボートも変えて、そういう生活ができてたんです。それがいつの間にか崩壊したわけですよ。で日本が今単純に考えてアメリカのおそらくそうですね、20年30年遅れで今それが進行していると思えばいいんです。だから別に日本全体が悪くなってるんじゃなくて、単に格差が広がってるだけだから、金持ちは金持ちなんですよ日本だって。でアメリカだと本当そうなんですよ、金持ちは金持ちなんです。だから日本の場合ね、おそらくあの上位の 20% はね、資産は増えてるはずなんですよ。でアメリカもそうで、上位 20% の人の資産は増えてるんです。ただ残り 80% が現状維持ができないか、さらに貧しくなってるんです。でそれを示す、データではないですけども、この前あの昨日のニュースで、例えばそのマクドナルドがね業績を落としてる、スターバーが業績を落としてる、それから KFC とかね、ピザハットもあの業績を落としてるんですよ。要は貧しい人が行くレストランというのはみんなだからファーストフードで、それは業績を落としてるんです。だからもうマクドナルドが高いから買えないって言ってるんですよ。で昨日か一昨日にあのバイデン政権が打ち出したのは、あのまあ専門学校ですよね、あのアートインスティチュートの卒業生31万7千人かな、それに対して6.1ビリオンの、 あの学生ローン の、 あのギブアウェイ、あの免除しましょうと。ですからローンから解放されるわけですよ。それだけまあもうお金配ってるわけですよ。でおそらくこれが今度ね、もっと違う方面にも行って、まあバイデンがおそらく私の勘では大統領選で優位に立つために金配るんですよ。で学生ローンもっと免除しましょうという方に多分行くと思うんですよね。でまあそんな感じで日本もおそらくそういうふうにしていかないと、金配っていかないと貧しい人が本当にね、あの困りますよ。であの今日のニュースでオリーブオイルがね、1000円が、1600円になったんですが、あの6割オリーブオイルの値段が上がったわけですよ。で今日アメリカでコスコで見たら、スペイン産のオリーブオイルがね、22ドルでしたから、それが2リッターだから、まあアメリカで今ですから1リッターぐらい 10ドルなんですね。まあだから日本円で言えば1600円、まあほぼ同じなんですよね。まあそんな感じでね、あの物の値段もっと上がっていきます。だからあの気候変動とかいろんなことがありますから、ですから生活できない人がますます増えるんです。だからここでどうするかが問題で、政府は国債発行するなり資金調達をして、それをどんどん国民に還元していかないと大変なことになります。まあですからそんな感じで、ただ金持ちは金持ち、貧乏人は貧乏人、もう本当にもう道が分かれてるわけですよ。この辺を正しい認識を持ってみんな頑張って上に上がれるように努力するしかないですね、というふうに私はもうそこしか言えません。私はどうせあと20年30年で死ぬわけですよ。だからもういいんですよ。ただこの残されたね、若い人たちはどうするんですかっていう、まあそこが大変ですよね。まああの起業するなりなんかするなりして努力するしかないなと本当に思いますね。はい、以上です。